睡眠薬はない方がいい。RS さん、睡眠剤はなぜ認証されているんですか？睡眠の質が下がったりメラトニンが分泌されなくなったりしないんですか？基本睡眠剤っていうのを長期的に飲むことは全く推奨されませんね。とはいえ、例えばうつ病の患者さんとか、あと精神病の患者さんとか、本当に眠れない、本当に1日 1,2 時間しか寝れない状態が1週間ぐらい続くんですね。そうなった時に睡眠剤というものが使わないとどうなるんでしょうか？もうわけわかんなくなりますね。錯乱したような状態になりますね。そうなるとメンタル疾患が治るものも治らないです。メンタル疾患っていうのは基本睡眠とってぐっすり休んでのんびりしてればかなり良くなります。しっかり治るとは言いませんけども、かなり良くなります。きちんと睡眠をとって休んでリラックスして不安なこととかも考えないでのんびりしてればかなり良くなります。しかし睡眠を取らないと治りません。だから睡眠運動を朝散歩してくださいって口が酸っぱくなるだけ言ってるね。でも例えば夜10時に布団に入っても眠れないですって人がいるわけですね。うつでも不安障害でもパニック障害でも統合失調症でもいろんな病気ありますけども、寝ようと思っても寝られませんと。で朝3時か4時までずっと起きてると、それで嫌なことばっかり考えてネガティブなことを考えて朝方1、2時間だけ寝られますという方も多いわけですね。そういった人に対して睡眠薬というものがないと非常に困ります。だからそういう深刻で重症な睡眠障害に対しては睡眠薬というものは非常に有効ですし、たった1週間でもぐっすり眠れるようになってものすごくうつ症状が改善したり不安症状が改善したり統合失調症の幻覚妄想状態とか興奮状態が改善するということは非常によくあることでございます。なので睡眠薬というものは精神科医療においてはある種不可欠です。ただ最近ちょっと眠れないんですよねぐらいのレベルの人に対して睡眠薬を出すのかというと、私は出しません。まず出さないですね。絶対出さないと言ってもいいですね。まず生活習慣の改善をしてくださいみたいなことからしますので、私は睡眠薬を否定派というか反対派で、さっき言った重症な人はしょうがない、重たい精神疾患、重たい精神症状を持ってる人、うつが重たい人、不安が強い人、幻覚妄想状態の人、興奮状態の人はもちろん出しますけども、ごく軽い睡眠障害やちょっと眠れませんとちょっと朝方目が覚めるっていうような人、そういう状態って誰にでも起きうるんですよ。日本人の5人に1人が何がしかの睡眠の悩みを抱えているということになりますね。そういう人に対して睡眠薬を出していくと、日本人の5人に1人が睡眠薬を飲まなきゃいけないって馬鹿げた話になってくるわけで、逆に言うとそのぐらい簡単に睡眠薬を出してしまう先生もいらっしゃると思います。精神科というよりもそれ以外の内科の先生とかは患者さんが眠れないんですっていうと結構簡単に睡眠薬とかを出してしまうんですけども、そうなってくると精神的にそこに頼りたくなるので、最初から私みたいに生活改善をちゃんとやんなさいとか朝散歩しなさいと、そうじゃないと治りませんよっていう厳しい態度で接せられると、そうそう睡眠薬の依存症にはならないと思うんですけども、眠れないですか、はい出しますっていう形になってくると、また次眠れない時もじゃあ出してくださいっていう風になってきて、睡眠薬を飲むハードルというものがものすごく下がってしまいますよね。結果としてそういうものが損傷にまではならないけど、薬に頼りたくなるような患者さんをたくさん増やしてしまうのではないかという風に思いますね。あんまりごく軽い睡眠障害はいつも私が言ってるような寝る前の睡眠を見直しましょう。スマホをやめただけで眠れるようになる人多いんですよ。例えば寝る前 1,2 時間のスマホをやめただけで眠れますっていう人とか多いので、あるいはお酒ですね、お酒をやめるとか、あと寝る前の食事とかですね、あと朝は朝散歩、朝散歩すれば15時間後に眠気が出ますので、1週間ぐらい朝散歩したら睡眠薬やめられる人もたくさんいます。ということで朝散歩や寝る前の生活習慣改善をしっかりやった上で、それでもどうしても眠れない場合は睡眠薬は出るかもしれないですけど、ごく軽い睡眠障害の人の場合におかれましては、睡眠薬よりも生活習慣改善の方が何倍もあるいは何十倍も効果的、さらに根治的ですね。睡眠障害が治るわけです。睡眠薬飲んでも睡眠障害治らないですからね。強調してきますけど、睡眠薬飲んでも睡眠障害なんか絶対治らないですからね。睡眠に悪い生活習慣を改善しない限り治るはずがないわけですよ。寝る直前にスマホとか見てる人は睡眠薬飲んでても強制的にシャットダウンしてるだけの話なので、睡眠薬をやめていくかまた眠れなくなるんで、自分自身で睡眠薬依存症を作ってるようなもんですね。あっきりね、寝る前にスマホ見てるような人とかお酒飲んでるような人とかね。ということで話がずれましたけど、睡眠薬は必要ですかっていう質問だったと思いますけども、重度の睡眠障害に対しては必要です。軽度の睡眠障害に関しては睡眠薬よりも生活習慣の改善で治していってほしいなというふうに思います。今睡眠薬を飲んでる方っていうのは、さっきも言ってるような生活習慣の改善っていうのをしっかりやっていくと、睡眠薬を減らしていく、睡眠薬をやめていくことは十分に可能だと思います。今日の動画はいかがでしたか？あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。